こうして話をするのは先の再独立の決定合議以来になりますか。こたびの再占領における早期の都市解放、お見事というほかありません。さすがはあなたの苦難を乗り越えてきたクロスベルの方々、感服いたしました。それならばすでに我が国は準備を開始しています。あの大戦に間に合わなかった戦力をすぐにでも動かせるくらいにはね。ええ、もちろん承知の上です。それでもあのような宣言があった以上、断固たる対応に動くのは国家として必然でしょう。次なる裁きの地はカルバード共和国バラティエ空軍基地。天の雷は一切の躊躇も区別もなくかの地を怪人と化すだろう。次の国言は1700。統一国への賛同、各国首脳には改めて賢明なご判断を期待する。共和国軍の総司令部である主要基地がはっきり標的と宣言されたのです。むしろ本来ならば実際に被害を被った帝国が真っ先に動くのが筋ではないでしょうか。もちろんそうでしょう。非公式だがそれなりの人員も集まりつつあるようだ。ですがお分かりですね、共和国の協力を断る以上は帝国の正規兵力も協力できない。そしていよいよ国限が差し迫った場合、共和国は独自にでも動かざるを得ないと。ならば結構、要請さえあれば共和国軍はいつでも動けます。どうかお早めのご決断を、マクダエル議長閣下。黒幕が本当に大陸に恒久平和なんてもたらそうとしているかはわからない。でも大陸中の人を人質に取るようなやり方で無理やり世界をねじ曲げようなんて、こんなやり方で世界が一つになんてなれるわけがないわ。そんな奴にみんなが守ってきたものを好き勝手になんて絶対させないんだから。その通りだ。そのために俺たちは戦ってきたし、何度でも立ち上がってこられた。どんな壁が立ちはだかっても、今回だって同じだろ。ああ、俺たちトールス関係者も今俺に起きている異変も含めて何としても解決してみせる。俺を大切に思ってくれる仲間たちとこれからも前を向いていくためにも。
あなたたちに力を貸すなんてごめんだわ。勘違いしないで。相手がルーファスだって同じ。私が手を貸すんじゃない、むしろその逆よ。今回の事件の中心にはエリュシオンがある。だったらその解決は元管理者である私の使命であり責任だわ。つまりこの場じゃ私が一番の当事者なの。そこを履き違えないで。むしろあなたたちこそ全力で私に協力してもらうんだから。よくないの、大切なことじゃない。そのあたりは我々に任せてもらおうか。鳥かごの一件のお詫びと受け取ってくれてもいい。ミシュラムから軍も引き上げるので改めて楽しんできたらどうかね。ご配慮感謝します。一発殴りたくて仕方ありませんが。Thank you.
イド・バニングスって言ったわね。うん、やっぱり間違いない。かつてエリュシオンの制御が奪われる直前、私は最後の未来演算をした。その時この人のことがちらっと見えた気がするの。心配しなくても、別に死んだところを見たとかじゃないわ。かなり断片的で、なんとなくだけど、今回の事件、その裏にある真実、解き明かせるとしたら、おそらくあなただけよ。うん、あなたにしか条件を揃えられない。見えたのはその結論だけで、どうやってそこに至るかもわからないけど。来訪者たちに告げる。来訪者たちに告げる。エリュシオンによるこの空間への干渉思考回数が4096に達した。遮断は正常に終了するも、外界におけるエリュシオンの因果率改変は危機的状況と判断。よって制限付きなれど外界の記憶の保持を許可する。無限回廊、イデア管理システムをブート。外界に関する自我認識プロセスの遮断処理をリプログラム。外界の危機的状況を打破するためには現時点で必要と判断。エリュシオンによる因果率改変は必ず阻止するべきものである。ただし、この世界での記憶を持ち帰ることは引き続き禁止とする。合わせて無限回廊第四階層への侵入を許可する。試練の果ての可能性、今こそそれを掴み取ることを期待する。議長閣下、時間です。ん？今回の作戦に立ち上がってくれた諸君には最大限の感謝を。私は肩を並べて戦える立場ではない、僭越だが、それでも共に戦ってきたつもりだ。自由のため、平穏のため、家族と共に迎える明日のために、戦場で、話し合いの場で、あるいは紙面の上で、動力ネットで、それぞれの場で抗い続けることで、あの調印式の日を勝ち取った。ならば今一度世界に示そう。文字通り、全ての力を合わせることで、どんな苦難にまみえようと、心に希望の炎が燃え続ける限り屈することはないということを。
これより最後の作戦、始まりの翼作戦を開始する。成功と無事の帰還を祈る。警備隊および支援部隊、総員出撃。イエスマン。始まった。始まりの翼、この地の因縁に終止符を打つ最後の作戦か。ああ、そこからもう一度始めるために。俺たちは参加しなくて本当に良かったんですか。傍聴処置ということで結局まだ詳細を知らされてませんが。大丈夫、このまま待機していて。もどかしいですけど。フラン、どうか頑張って。セルゲイ課長、ダドリーさんも女神の加護。まもなく警戒範囲に入ります。まだ敵へありません。確認、今のうちに戦闘準備を整えておけ。はっ。敵魔光騎兵出現、数はおよそ100以上。砲型機も多数確認。来たか、迎撃を開始するぞ。高騎兵があんなに。明らかに調印式の時よりも。どうやら軍事工場で追加増産された分みたいね。ここまでの戦力差では。あっ、皆さんあちらを。おいおい、ありゃ第二軍港のデアフリンガー、このアークロイヤルまで。分校前期準備完了よ。本校前期同じく準備完了。ハッチ開放、全機構兵出撃せよ。イエスサー。しっかり舵を取りな。あいあいさ。そんじゃ稼がせてもらうとすっか。死角のカバーは任せてちょうだい。ヒットアンドアウェイで行くぞ。それじゃ始めるとするか。ジンゴビ、ジョゼットさん、トバルさんも。山猫号がもう一機、もしかしてドルンさんとキールさんまで来てくれたのか。喜ぶのはまだ早いわ。
そうだが。いいえ、想定内よ。結社の飛行艇だと。なんとか間に合ったか。こちらは任されたわ、デュバリー。あなたとまた肩を並べられるとは光栄の至りだ、キリングベア。少し雰囲気が変わったな。てめえらの方こそな。ほら、気合い入れていくぞ。待たせたね、諸君。表舞台に今こそカムバックさ。アイネス、エンレアも。なんか余計なのまでいる気がするんですけど。さすがにシャーリーは来てねえみたいだが。まさか姉さんが。ちょうど暇そうな舞台がいたから、私の権限でね。西風の面々とも前の対戦で連絡先を交換しておいてよかったわ。いつの間に。さすがは第二中ですわね。たくこの女は。でもこれだけの戦力が集まれば、もしかすると。いえ、むしろここからでしょう。ええ、防衛システムが魔法騎兵だけのはずがないわ。あ、見てください。各員、備えな。なんて攻撃だ。チッ、気をつけろ、すぐ次が来る。腕が鳴るじゃねえか。ヘミスフィア卿の代わりに暴れさせてもらうわ。トマス副長、バルドたちもなんとか間に合ったみたいだね。あの5号機、ケビンさんとリースさんよね。ああ、3号機と11号機は初めて見るけど。これだけの戦力があればこのまま押し切れるかも。うん、それでもまだ無理よ。まあここまではいいけど、まだ時間稼ぎ以上じゃないかな。人知をはるかに超えた機械知性、その進化が発揮されるのはむしろここからでしょうか。ああ、見てみな。
戦況が徐々に敵側に傾き始めているようだな。そんな、いくら魔皇騎兵が強力でも。こちらは一時的な寄せ集め。しかしあちらにはエリュシオンがある。戦闘中に手に入れた情報を常時フィードバックしているのだろう。そして桁違いの演算能力によって的確にこちらの隙をついてくる。はい、あの新総統と同じに。あ、そういうことか。なんとか予測を覆せないのか。大丈夫、我々を信じたまえ。こちらだ諸君、転移の準備を。ゼオ、ヨシは、あれ、あの白いハヤブサは。カレージャス機関部が大破したはずじゃん。さあ乗り込むぞエマ、セリーヌ。はい、わかったわ。私も手伝おう。これこそが終戦後リベール国内で極秘裏に建造されていたもの。カレイジャス2のデータもフィードバックし、次なる最悪に備えんとする姉妹艦。仕上がる。この展開は私ですら予想していなかったな。クローゼもこんなもんを黙ってるなんて人が悪いぜ。予測を一瞬でも超えられた。今しかない。
そうなのが来るぞ。障壁でもあれは。ババ様、今よ。行くがよい、そなたら。父上、ウォレス少将、バンダイク元帥まで。帝国が誇る猛者たちか。だが一体。青き呪いと炎の祝福を。エンチャント、まさかノルドの騒乱の一種返しの意味でも、改めて獅子の気概を見せつけるとしようか。シライオ、弟子と子らに示されるがいい。光翼と雷帝の剣、未だ衰えぬと。愛も変わらぬ跳ね返りよ。だが元よりそのつもりだ。ジータ、めちゃくちゃすぎんだろ。霊力が落ちてるわ。底部の守りが薄いみたい。今だよ。ガイウス。ああ存外にやるじゃないか。まさか白き翼とはね。それでもかの機械知性の足元にも及ぶまいが。ずいぶんと楽しそうね、博士。おっと、見つかってしまったか。もちろん楽しいとも。貴重なデータも山ほど取れたからね。どうやら裏でやりたい放題やっていたみたいだけど、さすがに今回はお遊びが過ぎるんじゃなくて。君の方こそ随分と表の人間に肩入れするじゃないか。何、心配しなくても使徒としての一線はわきまえているさ。レンにも言ったが、今回の私はあくまで協力者にして観測者。過度な干渉をするつもりはない。あとは彼が、あのシンギュラリティの産物がどこに行き着くか、高みの見物をさせてもらおう。十分に過干渉だとは思うけど、どうやら話してくれるつもりはないみたいね。あなたが見てきた今回の事件の背景を。何、すぐにわかるさ。私の口から語らずともね。ではそろそろ失礼するよ。君もせいぜい適当なところで切り上げるといい。
リュシオの制御中枢は間違いなくこの上に。でも、くそ、何をやってるんだ俺は。あいつの代わりになるって、そばにいるって誓ったのに。スーちゃんがいないと、ナーちゃんを。大丈夫だ。きっと彼らにはリーンたちがついてくれてる。そして君には今ルーファスさんと俺たちがついている。ルーファスさんはもちろん、ナーディアって子もヤワじゃなさそうだ。それは君たちが一番分かっているんじゃないか。それはきっと彼らも今頃動き出そうとしているはずだ。だったら俺たちも立ち止まるわけにはいかないだろう。行こう。俺たち全員の未来をつかみ取るために、そして大切な人たちとまた会うために。みんなで力を合わせればきっとできるよね。キーアたちはずっとそうやってきたんだから。あんたに言われるまでもないさ。あいつは俺が守る、絶対に。そして絶対に使命を果たしてみせる。ルーファスたちと一緒に、そしてあなたたちとも一緒に。どの道彼女抜きではこの異変を解決などできまい。せいぜい力を合わせていくとしよう。極限は人なら丸々。それまでに必ずこの坂島のバベルを停止させる。トールス7組、特務支援課、リベール組にルーファスさんたち、そして協力者の皆さん、全員で最後の壁を乗り越えるぞ。Thank you.
ゃ。あの装置よ。頼む。大丈夫か、ロイドたち。ああ、おかげで助かった。無事みたいだな。心配かけさせやがって。ありがとうね、スーちゃん、ラーちゃんも。たく。よかったね。たどり着いたか。ヒューマズ、よかった、無事ね。そちらも怪我などなさそうで何より。くそ、ここも障壁か。一体どうすれば合流できるんだ。多分あれの先かな。あの機械はもしや。これに乗れば中枢まで一気に行けそうね。うん、間違いないと思う。同時に操作すれば起動するよ。いよいよか。でも今までのことを考えると、さすがにおあつらえ向きすぎだな。どうする、ロイド君、リーン君。とにかく乗るしかないだろう。行こう。キーア、ラピスも操作を頼む。くれぐれも注意してくれ。うん、任せて。起動するね。
こいつら。どこか見覚えがあるぞ。すんなり行かせてもらえるとは思ってはなかったが。中枢への最後の守護者、こいつらさえ倒せば。了解だ。だったら全力で迎撃するだけです。最後の試練だ。頼むぞみんな。強敵よ、みんな気をつけて。キャー、いけるぜ。
レベルアップです。やりました。精進あるのみだ。手強いぞ、気をつけろ。だな。ま、こんなもんだろ。悪くねえな。成長しちゃいました。
切り抜けたみたいだな。いくらなんでも仕方ない状況だったと思うがね。一時はどうなることかと思いましたが、まあなんとかなったってところか。最後のはなかなか手強かったですけど。ああ無事に合流できてよかった。それにようやくたどり着けたみたいだ。いかにも中枢って感じだね。凄まじい霊気の流れを感じる。扉一枚隔ててこれとはね。どう？なあちゃん、ここよ。エリシオンはあの扉の向こうにある。ああそうなんだろう。俺の中の何かもこれまで以上に共鳴している。気を抜くと一気に持っていかれそうなくらいに。共感。いよいよ大詰め未定だな。この先に事件の全ての真実も。あとはとっとと暴いてやるだけだろう。はい、何としても天の雷の発射を阻止して。俺の考えている通りなら。ロイド君？君は。いや、とにかく準備ができたら突入しよう。きっとこれが最後の戦いになるはずだ。